で、殺さい人への手紙を見ていきますけれども、えー、ここでの題名っていうかね、テーマは、キリストが第一っていうふうにしました。えー、一種の十八節に、こうしてすべてのことにおいて第一のものとなられましたと。この巫女がですね、イエス様がすべてのことにおいて第一のものとなられましたってあります。うん。で、この殺とい人への手紙なんですが、 えっと、先に見てたピリピビトへの手紙と、あとさらにその前のエペソビトへの手紙ですね。あと実は、えー、っとね、ピレモンへの手紙もそうですが、全部がローマで、えー、牢獄にいるときに、囚人であったときに書いた手紙なわけなんですね。うん。ね、このエペソとピリピと殺さってあのー、こう、教会について多くを語っています。 うん。教会って何ぞやっていう感じのことを書いてるわけですね。で、その前、えっと、ローマ、コリンとガラテアって見てきましたけど、こっちは救いについて書いてある。だから信仰によって義と認められるっていうことがですね、強調されたまあ、他のもちろん、あの、なんちうかな、両者ともにね、当然救いについて語ってるし、あとは、あの、教会についても語ってるんですよ。語ってるんだけど、まあ、どこが強調されてるかって話で、あの、この、えー、福音は信じるものに、 を救う神の力だとこ、ローマが始まってですね。そして、えー、この教えがあるわけです。救いについての教えがあるわけですね。で、コリントがあのもっと実際的ないろんな問題が起こってた時に、えー、ときに、イエス様の救いに鑑み救いを見ながらどういうことなのかということを語っていったわけなんですよね。うん、あのー 例えば仲間,仲間割れがあるときはキリストが私たちを成長させてくださるんだっていうね。十字架だけなんだよ、私たちの知恵というのはとかね。まあそういうことを話していったわけですね。で、えっ、ー、と、ガラティアは教えを、過ちをね、論難したっていうんですか、こう、間違いを強く非難したんですよね。あの、立法を行って初めて救われるっていうですね。そういう考えに対して、えー、過ちを正したわけです。でね、今、あの、 エペソ、ピリピ、コロサイも似たような流れになっていまして、エペソはキリストの体について語って、教会っていうのはキリストの体なんだよっていう教えが全面に出てるわけです。で、ピリピは実際に起こっている、教会で起こっている課題っていうのかなうん。そのことについて話していて、人間のこう互いに立っ飛んで同じ思いになるっていうですね、こう具体的なアドバイスをしてるわけです。で、コロサイは、 キリストの体について、教会について、その、やってはいけない偽りの教えについて警鐘を鳴らしてるんですね。うん。すごく似てる。ガラティアとコロサイがすごく似てて、ガラティアはこう救いの教えについて、これま、やってはいけない間違ったものが入ってきたと。で、教会についてはコロサイなんですね。このコロサイが、やってはいけないことをやっていく偽りの教えが入り込もうとしていたと。それ何かっていうと、 キリストを頭としないっていう問題です。うん。だから、教会はキリストの体なんですけれども、体だけではな当然成り立たないわけでしょ。頭であるキリストがおられて、その方に私たちが繋がってることによって、初めて体が体として機能してるわけです。そうですよね、今ね。この頭での脳みその中に、あるから繋がって、全ての神経が繋がってるからこそ、 私もこうやって話していることができるし、皆さんも聞くことができているわけなんですよね。でそれが、あの、つながってない、違う、という問題について、このコロサイは話しています。で、あの、コロサイの街の特徴なんですけれども、あの、結構、ちょっと内陸に入ってですね。このエペソから車で、そうですね、私たちも、あの、去年、トルコとイスラエル旅行って、トルコ行ったときに、 えっと、コロサイの遺跡からエペソまで走ったんですね。3時間近くかかりましたよね。うん。そのぐらいの距離なんですよ。内陸に入って。で、かつては貿易に栄えてたんですけども、えー、っと、隣町にね、ラオディキアがあったんですよね。あの、えー、っと、あの、目視力の7つの境界の一つのラオディキアですよね。ラオディキアの町が繁栄してたんですけども、こっちのコロサイの方は大地震が60年、期限後の60年に起こってですね、そこからね、だんだん衰退していくんですよ。 で、な、やってることがうまくいかないわけです。いろんなことがもう。何か呪われてるんじゃないかっていうふうに思ってね。この際の街の特徴っていうのは、脅迫観念って言ったらいいかな。恐れてるんですよ。だから罰が来るんじゃないかとか。そんな感じでいろんなものにはまり込んでた。神秘主義、だから密会礼拝とか、あとは立法主義、こうすればこういうふうになる。だから何かうまくいかないのはこれごりのせいだって言って、この立法をこう、歪曲して、こう、 強調してって、それを食べるなとか、触るなとかね。で、えー、あとは世の哲学ですね。うん。で、こういうものにいろいろとこうなんかこうハマってって、これを恐れているわけですよ。で、こうじゃないよ、というね、ことなんですね。で、パウロが強調してるのは、キリストこそが神の形であり、完全な表れであって、 巫女によって全てが作られて、巫女によって成り立っていて、巫女のために作られていて、復活においても巫女が初めに蘇えられた。この方が全て第一なんだと。この方に全部がある。だから、あと和解もか世界とご自分の肉体によって世界と私たちを和解してくださったって、全てがイエス様によって支配されてるんだよと。こういうふうに、 思って。で、今、苦しみがあってもですね、この、あの、困難、い迫害があってもですね、それもキリストの体として、このキリストが苦しまれたんだから、私たちもその苦しみに扱っているんだよ、と。ね。で、こうやって、キリ、すてキリストから始まって、キリストによって成り立って、キリストに至るわけなんですよ。ですね。なんだけど、コルサイの街はさっき言ったように、もう恐れに満ちている。これをしないと罰があるみたいな。 これをしないとって言って、こう、脅迫観念というか、これ、あれ、これ、これ、あれってなって、で、それが、教会の中にも入り込んでしまったと。それでけいしあの、まずいよって話をしてるんですよね。うん。だから、キリストに満たされることが、キリストのうちに、すべてで、知恵と知識がキリストのうちにあるんだと。これ、宝だと。なんだけど、世の哲学があって、これとなんか、あの、これやっていかなきゃいけないんだっていうふうにね。 こう、あるわけですよね。あのー、まあ、例えばですね、これ、あの、実際に聞いた話なんですけれども、あのー、例えば、うつがあるじゃないですか、この。だから、あの、教会の牧師さんがもう、ね、うつ、うつ病に対しては、こうこうこうだっていうね、セミナーを開いてみて、まあ、そこまではいいかもしれませんけれども、もう、それなんだよ、すべては、みたいなね。うん。 福音を置いいいいて悔い改めばっかり言わないで,とかさで、とかそういうふうに世の哲学っていうか、その、なんで教会でそれをやるのって話じゃないですか、ね。私たちは単純にキリストの福音を信じて、それによってそのしん、もちろんそのね、あの、もちろん一般常識っていうのかな、そういうのもちろん得必要はありますよねそ。そういうのを勉強するっていうのは、そういう時にはいいですけれども、その福音、 に変わってそういうことをやってしまうってうのは、これまずいわけですよね。す、う、べ、ん、てには、だから世の哲学に振り回されない。キリストにこそ知恵と知識の宝があると。で、次に、キリストにこそすべての支配と権威があるんだって話をしてるんです。だから、キリストの死に預かって、キリストの蘇りに預かって、そこにこそ、この悪霊どもが、あの何ちうかな、あの、服従していくっていうか、悪霊、あの、世の、えっと、 あ晒し者にされているっていうの書いてありますけれども、この方にこそ、え、キリストにこそ、この全ての支配と権威があると。なのにもかかわらず、食べ物とか飲み物とか、安息日とかの起きに行ったりとか、密会礼拝やってみたりとか、なんでそっちに行っちゃうのと。ですね。そういう、う、この、ことも取り扱ってる。で、これが前半部分で、あと後半はね、あの、エペソシと似てて、こう、どういうふうにすべきかっていうのそれに応答すべきかっていうことで、あの、 あなた方は天におられるキリストを思いなさいと。で、この方にあって私たちは命があるから、地上の肉、体のものは殺しなさいって、肉の行いですね。これを殺していきなさいっていうね。いうことを話してっていうわけで、キリスト、頭なるキリストに結びついているというところに力と知恵があるわけで、だからそ,れそれにとって変わるようなもの、 特にやっぱそういう不安定な時ですよね。で、こう、今も、なんていうか、世の中がそうなってるじゃないですか、こう、不安とか恐れとか。だから、こうすればいいとか、ああすればいいとか、じゃなくて、で、こういうものが、考えが大事な、そういうんじゃない、イエス様につながっているっていうね。これなんだよ、と、教会はと。うん。という、う内容なんですよね。 本当に手紙素晴らしいですね。まあ、パウロが、あのー、何ててうかな。うん。もうすでに持っているもの。私たちがもう確信していることですよね。うん。で、これをもう本当にいつまでも持っていきなさいと。で、その中にある喜びですよね。えー、あと力。知恵、力。あのー、そういうものは全部あるんだっていう。うん。ということであります。 えね、この後のディスカッションでね、いろいろと話し合っていけ,いけたらなということを思います。じゃあ以上です。